期はどんな相談が多いですか？これでもね、まあ今日みたいにちょっと気温が下がると、はい、毎朝メールが増えるんですよ。LINE とかが。本当寒くなるとみんな人恋しくなるんで、ちょっと彼氏できますかとか。あ、もう恋愛相談。もう恋愛するの9月まず10月この頭、本当気温が下がるためにメールが増えるんで。でも、朝起きると今日寒いかどうかメールの数で分かります。あ、今日寒いんだな。それが指標になるみたいな。で、占い会で僕が気づいたんですけども、この10月11月12月この3ヶ月占いでものすごい大事な時期でして、この3ヶ月起きたことが来年影響します。例えば10月11月12月よく風邪ひくみたいな、体調が崩れるってなると来年病気しやすいんですよ。そうなんですか。この3ヶ月逆に言えばモテるとか異性とよく合うなと思ったら来年すごいモテる。シグナルが出る3ヶ月でした。そうなんです。それ毎年？毎年です。全員みんな、はい、でこれを勘のいい人がこう覚えておいて、来年こうなんじゃないかと思って動く人多いんですよ。なのでこの3ヶ月逆に言えば仕事一生懸命やっておけば来年仕事も良くなるし、ダラダラすると来年ダラダラするんで。だから昔からこの辺ちょっと大掃除するとか年賀はがきとか、あの色お歳暮ちゃんとしたしきたりがあるのも結構大事だからって意味も多分ある。でも自分で頑張ってなんとかなるものいいですけど、はい、例えばまあ恋愛なんモテるかどうかはもう周りから来ないとだったり、あとお仕事も場合によっては周りからもらわないとだったりしますけど、そこ恋愛はちょっと自分磨かなきゃいけないのと、あ、そうか、あともうとにかく異性どんどん褒めてった方がいいです。褒める、褒めないやつはモテないですからね。褒めないやつは友達作れないやつがただ単に声下手なんで。何でもいいってことですね。何でもいいって、まあ人のいいとこを見つける。鉛筆可愛いねみたいな。鉛筆褒めてどうするんですか。まあでもいいですけどね。そういう例えば何でも本当鉛筆褒めても会話のきっかけになる、なるのも大事ですね。あ、こういうとこ褒める人なんだなと思われることが大事ですから。そうか、鉛筆褒める人って思われるのもちょっと確かに微妙だ。ちなみにはい、ちょっと一般的に何かアドバイスいただけないかなと思って、はい、リスナーさんにゲッターさん来ますよと告知してたんですけど、はい、やっぱりちょっと聞いていまして、これか、あ、金沢市からわざわざ27歳の会社員の女性赤見さんからは、はい、今月から0歳児の息子が保育園に入園し、はい、私は久々に職場復帰、はい、一気に今までの生活が今月から変わります。そういう時に運気が良くなることって何かありますか？できることか、何か運気良くするためにできることって一般的にそうですよね。だから確かに天気の方も ね、4月ほどじゃないかもしれませんが、迎えてる方もいると思うんですけど、それ天気の時に一般的にできること、一番の鏡をちゃんと綺麗にします。そうやってたと環境変わると外出るって時はちゃんと鏡きれいにします。これちゃんと意味ありまして、鏡は他人から見た自分が見れるものなので、それをちゃんときれいにしてちゃんと自分を見る、みんなを見る、そうすると意識が変わってくるので鏡をきれいにするという、やってみてください。ちゃんとじゃあ自分を見つめると、そうなの、仕事をちゃんとできる、ちゃんと自分を見てますからね。たまにいますもんね、鼻毛ボーボーのおじさんとか、どう鏡見てんのっていう。ああ、いますね。ボタンずれてたりとか、ね。そうそう。人から見てる自分見えてないと仕事できなかったりするんで、ちゃんとそういうの意識するといいですね。でしかもそのさっきおっしゃったように10月から12月で来年決まってくるってことは、はい、この時期にこうやって大きく生活変わって、はい、いろいろ動くっていうのはちょっと来年の予測にもなる、ね。かなりいいタイミングで仕事を始めてるので、来年仕事も良くなって。頑張る状況がどん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 増えてくると思いますから、いいと思います。来年はじゃあその運気がどうであれ自分で来年こうしたいというのをイメージして勝手にやるっていうのもすごい、まあ、基本ポジティブな考え方とかプラスの考え方が一番大事なので、もうね、ちょっとぐらいマイナスのことを悪いと思わない方がいいので、まあ、ちょっとはあってもいいんですけども、極力このぐらいで済んでよかったなと思ったら、ね、絶対良くなりますから。なるほどね、このぐらいで済んでよかったなと思うと、これ毎年なんですけども、この10、11、12月ってものすごい占い的に大事な時期でして、この時期何が起きるかによって来年どうなるか、これ皆さんわかります。例えばこの10、11、12に風邪ひくとかちょっと体調悪いのがすごい連続すると、来年大体大きな病気します。10、11、12月に、はい、この3ヶ月になんか人と会う機会多いなとか、異性の人よく遊ぶ機会増えたなと思ったら大体来年モテます。この3ヶ月仕事から忙して求められること増えたなとかとか、偉くなったりとか大きなプロジェクトにハマったりとか、その前兆ですね、予兆が見えるのがここ13ヶ月か、正確にお盆終わってから実は始まってるんですよ。じゃあもう9月も含まれるわけです、ね、そうなんです。勘のいい人はこれを掴んで次にもう先行投資とか始めてるんですよ。ああ、
あ、そうか、あのぼーっとしてるだけじゃなくて、やっぱり自分のその努力というか、はい、その運を掴むための努力とか行動も必要ってことですね。そうです。ここの波をどう掴んで、じゃあこうした方がいいねって経営者の偉い方は先に予測して当てるんですよ。で、僕いろいろ占って中で、はい、僕来年こうこうなるよねみたいな、はい、占い詳しいですねって言ったら、占いを見てない感覚でやってるんですね。それが占いのロジックにはまり、まあ全部じゃないけどはまってる方が多くて、ってことは事前に何かシグナル出てんだなと思ったら聞くと、やっぱこの年末とかちょっと前に何か出てるんですって。だから皆さんここで10、11、この年末から昔から大掃除しましょうとか、そうですね、きっちりしましょうみたいなのはすると来年がきっちりできるからって意味ももともと多分その文化としてあるので、この年末はそのダラダラするのはもうおすすめしない、はいはい、意外と知らずにこう実践していることをちゃんと具現化することによって、それを掴むっていうようなことにもつながってくるっていうことですね。で、特にあの僕の占いで人脈ですね、あの人とのつながりがすごい大事な時代に入る占いが出てますので、はい、なのであえてこの年末はいろんな人に会ってみようとか、うん、人との縁つないでみようと思うとすごい運良くなりますので、これも全体的に今日も引き寄せるということですね、はい、やっぱりちゃんとした方がいいな。でも実践して行動しないとね、やっぱり ね、それをちゃんと掴んで感じて、そうなんですね、気がつけるか、こういうの聞いて大体の方あの行動しないんですよね。こうすると運良くなると、こうするといいよって聞くけど、知ってるけどやらない方が多くて、はい、やればいいのに、運がいいって言えば本当良くなるのに、はい、言わないしやらないし、そんなわけないとか、ひねくれちゃうとうまくいかないですね。素直ですよ皆さん、素直に行動。運やお金に好かれるものを提案していただければ。カレンダーは昨年よりも大きいものにしましょう。これはどうして？これね、これ数字にこだわるっていうことが非常に大事でして、うんうん、まあ、お金を稼いでるとか、まあ、成功してる方の多くは、ちゃんと数字、もう数字を目にすることがすごい大事なんですが、ちっちゃいカレンダー、ずっと、まあ、卓上カレンダーはまあいいとして、部屋に飾るカレンダーは1年前少し大きく、数字にこだわるものを大きくしていくと、お金に縁が出たりとか、まあ、そういうもの段取りがしっかりできたりとか、目的をしっかり踏めるようになるので、できればカレンダーは、大きい方。大きい方が。まあ、大きすぎるともうなくなるんですけど。まあ、でも、加減もあるんですよ。去年より大きい方がいい。去年より大きい。っていう意識ですね。おー、なるほどね。なので、まあ、大きすぎたらもうなくなってしまうので、じゃあもう一回最初からちっちゃいのからやり直しても。さあ、ちょっと続いて手帳。これもね、まあ、僕は手帳本当に愛用者なんで、まあ、リスナーの方では手帳持ってないよっていう方も多いと思います。エリちゃんも、スタッフの方も、スマホで今は手帳、代わりにしてるっていう人多いですよね。両方兼ねてっていうことですね。さて、手帳どうでしょうか、飯田さん。運やお金に好かれたいなら、手帳は持った方がいいです。ちょっと理由を。これね、いろんな人見てるんですけども、確かに、まあ最近の人はスマホとかで入れてるんですが、お金持ちの人、ほぼみんな手帳持ってるので、最近。もうデータで出てるんですね。はい。まあ最近の社長さんとかも、まあたまに若い人でいるんですが、なんやかんやっぱアナログじゃないと、何かあった時に、全部水没するとか、そのリスクをもともと持たない方がいいので。まあ、飯田さんに出会ったのがもう7、8年ぐらい前だった、はい、あの時からでもずっとやっぱ書けと。そうですね。なんかあったら書く癖をつけてください、大谷さんって言われてて。はいはい、それもあって僕手帳を大事にしてるんですけど。大谷さん、ペン持つと本当運気上がるんで。ああ、そうですか。でね、社長さんとかもともとね、ペン持つ人が社長になる人多いんですよ。経営者とか。偉くなる人ってペンを持つので、なので、どっちに。いや、僕も成功してるとみんな書いてるように見えるんですよね。書かない人いないですからね。はあ、もう思ったことはすぐ書いていって、はい、やっぱね、まあ、人間の記憶って限界があるので、なんで書く人、書いてあるとか当たり前ですからね。最後は財布。これね、神さんと二人で年末大きい買い物として財布を買い直すっていうのをちょっと予定してるの で、はい、ちょっとこの新春に買う春財布ね、お金をパンパンに貼る財布とも言われ、縁起がいいと言われてますが、財布を買い替えるならどんな財布がいいでしょうか？財布を買うなら緑がおすすめです。緑、これ昔も僕言われたな。はい、まあまあ、黄色い財布とかね、その茶色い財布がいいと黒がいいと、まあいろいろあるんですが、うんうん、僕はやっぱりいろんな人を占ってきてる中、日本人ですよ。日本人のこの真面目とか着実な感じでいくと、うん、緑が一番確実にお金が貯まりやすいです。これ、ちょっと集めるとちょっと意味は違うんですよ。ちゃんと貯めていくとか、地に足をつけるには緑が一番、貯まりやすくなるので、貯めたいなと思う方は緑色、まあ濃い、できれば緑とか。ちょっとでも緑がないなって方は中の生地が緑色の財布でもいいので、うん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 、緑を意識するものの方が良くなります。なんかね、昔言ってましたよね、まあ、緑は協調性の色っていうのもあるからっていうので、あとね、目標を決めるとまっすぐ行く色でもあるので、うんうん、こんぐらい貯めたいなとか思いながら使うんでしたら、財布が緑の財布。
これ歴史ある場所に行くって、はい、これはどういうことですか。僕の場合実は伝統文化芸術美術とかそういったものを好きな方が運が良くなってるんです。で僕運っていうかその全体運の考え方も、はい、運のいい人に合わせるってことが一番正しい考え方です。なるほど。例えば何でしょうね、社長とか経営者のが、うん、カレー食べ行こうよって時に、はいはい、俺カレー嫌いですって行かなかったらチャンスつかめないんですよ。ちゃんと、はい、カレー食べたくなくてもついていけば、うんうん、そこでいろんな話を聞ければ何かチャンスを得られると同じなので、これを運の考え方と一緒にって考えると、運のいい人が今何を求めてるかって考えて、うん、見ると歴史とか文化とかそういったもの好きな方が多いので、うん、この人に合わせてみると話があったりとか仲良くなれるんで、そうすると運をつかみやすくなります、ね。ただ単にその人の真似をするわけではなく、はい、その人が例えば誘ってくれているときに、はい、その一緒にいることによって何かをこうつかめたり、はい、何かを感じたりするってことですよね、はい、そうですそうです。はあ、深いな。なんで神社仏閣行くと、ただ行ってもいいんですけども、できればもうちょっと深く調べてみるとか、ちょっと語れるぐらい、こういう歴史ありますよねって言うと、お、君知ってるねってなると面白いねっていうのと、チャンスつかめるようになります。